私、刀剣が好きなんですって言わせていただいているんですけれどもなかなかお仲間を見つけられたことが本当になくってですねなのでえぜひ今回は刀剣が好きなあなたもそうじゃないあなたもついてきてください。よろししくお願いいたします それでは、大好きなこの名物不動幸光っていう名前で親しまれている担当名きつにいいいいててご紹介させたただきたいと思います。私ねこの方があの2018年その時私高校生だったんですけど初めてその2018年に生で見させていただいてあの静岡県の佐野美術館さんで見させていただいたんですけれどももうねあの一目惚れってこのことなんだって思うぐらい本当 くってあの惚れちゃいましたねで多分そのほれた理由としてはやっぱりこの肌の美しさだと思うんですよ肌がめちゃめちゃ綺麗なんです炒め肌なんですけどここよく見ると地味が厚くってねなんかその肌の美しさってやっぱり大切じゃないですかであそうこのポスターなんですけどこれもあの佐野美術館さんで購入させていただいたんですけどこのポスターねめちゃめちゃ肌がめっちゃ綺麗に見えるので是非 あのこのポスターおすすすめでぜひ見てほしいよろしくお願いしますでその肌の美しさももちろん大切なんですけどこの方なギャップの塊なんですよなのでそちらについても触れさせていただくんですけれどもここ帽子部分ですねこっちが表でこっちが裏部分なんですけどこの表まず見てほしいんですけど小丸に帰ってるんで,すよで一見ちょっとこう「小丸に返ってる」って聞くとあら 可愛らしいじゃんって思うじゃないですか。でも、裏を見てください。尖ってるんです、ここ。ここが尖ってるんですよ。なんかこう、スッて筆で描いたように、スッて筆で描いたように尖っていて、なんかそういう表では見えないこの裏の尖り具合っていうのがギャップですよね。どんだけ好きにさせるんだってね。 はい。で、そう,そうそうそう。あの、あのー、この刀を作った方が、東三郎雪光、曹州雪光って聞くと、あーって思う方いると思うんですけど、東三郎雪光さんが作った刀なんですけど、東三郎雪光さんって、担当において、あのー、ややその、身幅が広め結構こう広めで、あと反りが入っているっていう形を広めた方なんですけど、あのー、その、東三郎雪光さんが作られたんですけれども、やや、 身幅が、ね、細めでなおかつ「無ぞり」っていう、はい、刀なんですよねなんかそういう刀匠のギャップっていうのもまたここ現れてるっていうのがいいですよねでやっぱり、あのー、名物不動雪光っていう名前に付けられている不動明王ですよねこちらにおります不動明王とこんがらせいたかですね やっぱりね、この不動明ってこう結構口がムッてしてて後後ろにね、炎がブーってあるイメージでちょっともしかしたら怖いなって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけどめちゃめちゃ慈悲深い方なんですよ。でしかも煩悩を断ち切るっても言われていてなんかね、そんな刀欲しくないわけがないじゃないですか。そりゃあの織田信長公も愛したわけですよ。惚れちゃいますよね。大好き。 はいっていうちょっと急ぎ足ではあったんですけれども名物不動雪光についてご紹介させていただきましたえ最後にはなるんですけれどもその刀ってやっぱりこう鉄としての冷たさだったりとかあと命のやり取りに使われるっていうのでもしかしたらやっぱりその怖いっていうイメージが根強いんじゃないかなって思うんですよでもよく刀をしてこう向き合って見てみるとほんに あの肌の美しさもそうなんですけど本当に美しいものが見えてくるんですよねだからこうそういうところをこうもっともっと私もこう勉強していきたいなと思いますそしてやっぱりその過去と今生きている私たちをつないでくれるその価値だったりとか尊さっていうのを一人でも多くの方に 知っていただけたらなって思っています。これからも、包みゆきな、精進して参りたいと思います。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひね、あの、刀を好きな方は、この刀が好きなんです、みたいな感じで、あのー、コメントに書いてくださると、私も見させていただきますので、ぜひぜひ書いてください。よろしくお願いします。そして、あのー、まだね、刀についてそんなに詳しくないよっていう方は、ぜひこれを機会に、あの、刀について知っていただけたらなと思います。ぜひね、あのー、不動ゆきみつのことも、 よろしくお願いいたします。<laughs> ということで、えー、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ゆき <laughs>